ときめきメモリアルガールズサイドは鈴鹿クイズルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は遊園地に行ってきたところですかね。で、この先が、あれか、ここは部活だからここにお誘いを多分しようとしてたんだな、きっと。ということはここはきっと海で、で、またあと遊園地に行こうとしているはず。あ、もうすぐ修学旅行か。あ、藤本。お、鈴鹿くん、どうしたの？お前、そうやって花束抱えてっと、なんかいいよな。いや、なんでもねえよ。どうしようかな。藤本しおりです。8月31日に遊園地に行きたいんだけど、一緒にどうかな。あ、鈴鹿くん、もしもし。あ、俺鈴鹿だけど、留守電になっちまって悪かったな。部活の最中でよ。私も部活、さっき一緒だったじゃん、部活で。一応設定上ね。電話してくれてありがとう。それでね、留守電に入れたことだけど。ああ、俺でいいんだったら別に付き合ってやってもいいぜ。どうせその日は暇だしよ。よかった。じゃあ8月31日にバス停ね。あのよ。気をつけて来いよな、その待ち合わせ場所によ。大丈夫だよ、変な鈴鹿くん。そうだよな。じゃあな。8月31日が楽しみだな。もう一周耐えるか。はい、じゃあ、今日は海に行ってきたいと思います。はあ、テンション上がんないな、この水着。やっぱりテンション上がんない。あれ、今日のデートの待ち合わせ場所はどこだったっけ。まだ来てないみたい。待ってみよっと。遅いなぁ。待ち合わせ場所、本当にここでよかったのかなぁ。あ、やっぱ通っちゃった。大丈夫。走ってきたの？ちょっと、トレーニングがてら。なぁ。そうなんだ。ありがとね、鈴鹿くん。いや、別に。だから、トレーニングだからよ。よーし、目いっぱい泳ぐぜ。じゃあ、後でな。すぐに着替えてくるね。お、なんか泳ぐの早そうじゃないか。そうかな。おう、水の抵抗感じねえようにきちんと作ってやるぜ。やっぱ水着はそうじゃねえとな。よかった、この水着にして。しかし日差しが強いよな。水着の作りについて褒めてるからね。もう似合ってて可愛いとかじゃなくてね。ん？ツルツルそうな肌ね。それは反則だぜ。じゃあ早く海に入ろう。だな、沖まで競争しようぜ。ん？鍛えてるからな。いい肉体ね。おい、今日はその
いや、ありがとな。どうかしたか。一日24時間じゃ短すぎるよな。やったね、今日のデートバッチリ好印象。なあ、お前時間ある？もうちょっと俺に付き合わねえか？うん、大丈夫だよ。そんじゃあちょっと寄り道してこうぜ。うん？え？いいぜ。手つなぎてんだろ。手はつないでもらっちゃった。ねえ鈴鹿くん。うん？鈴鹿くんってさ、まあ言ってたもんね、この間水族館でね。何か夢ってある？夢か、夢っていうのはねえな。まあ夢っていうか目標って感じなのかな。バスケ選手とかは？バーカ、やっぱアメリカでプロになるのは夢じゃなくて目標。そっか。お、一つあったぜ。80センチ以上のブラックバスを釣ること。あ、そっち趣味方面でね。え？湖の主と対面してみてえよな。男と男の勝負だぜ。こうやってずっと手つないでいてえよな。どうかしたか？また一緒に行ってやってもいいぜ。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。じゃ、またな。鈴鹿くんに送ってもらっちゃった。さすがに寝るか。はい、じゃあ、今日は遊園地に行ってきたいと思います。なんかあのスカートよく見たら水玉じゃなくてあれ花柄なんだね。多分青い小花柄なんだね。なんかドット&これはドット&ドットになるかと思ったけど、よく見たら花なんだ。お待たせ、ごめんね。いや来ねえかと思ったぜ。自宅にいて戻っちゃって。そっか、お前も一応女だったな。あ、ひどい。認めてやってんだぜ。その服さ。え、この服のこと？はあ、意外と似合うじゃん、それ。鈴鹿くん、この服割と好きみたい。よかった。じゃあ行くか。どうかしたか？柔らかいのが当たってんだよ。じゃあ早速入ろうぜ。時間がもったいねえ。うん？お前恥ずかしくねえのかよ。え、恥ずかしくないよ。脇こちょこちょしただけだもん。さて今日はどれにすんだ？うん？待った、顔近すぎ、退場。今入ったばっかりじゃん、退場させないで。ってのは。お化け屋敷ってのは？え？おう。どうかしたか？おうが好きで。おう、いいな。くそ、お返しだこの野郎。お前、先頭な。どうかしたか？一緒に歩こうよ。手つなごうぜ。あら、怖いからね。かわいい。すっげー数のお化けだったよな。お前幽霊って信じてたりするか？うん？そんなにくっつくなよ。本物見ちゃったら気絶しそうだね。はあ、本当に会っちまったら心臓飛び出しちまうよな。うん？じゃあお化けよりも心臓が飛び出ることする？やめろって。口
唇ふちゃふちゃった。これからナイトパレードあるらしいぜ。ちっと見ていかね。ん？お前楽しそうな。いい顔してるぜ。うん、見たい。あ、そうか。じゃ、場所を取っとこうぜ。なんだよ。なんだよ。すっげえ明るくて派手だよな。ん？やめようぜ。なんだかじっとしてられなくなっちゃうね。だよな。すっげえはしゃぎてえ気分になっちまうぜ。ん？お前と手つないでもしょうがねえだろ。しょうがないことはないでしょう。あ、おい、今日はそのよ、ありがとな。うん？また一緒にどっか行こうぜ。絶対だぞ。やったね、今日のデートバッチリ好印象。お、送ってくぜ。あ、お前も女だしよ。その、危ねえからな。どうかしたか？え？いいぜ。手つなぎてんだろ。手をつないでもらっちゃった。こうやってずっと手つないでいてえよな。どうかしたか？また一緒に行ってやってもいいぜ。ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや別に。じゃまたな。鈴鹿くんに送ってもらっちゃった。あ、鈴鹿くんからメール。あんまイチャイチャすんな、かつこわり、でも楽しかっただって。ちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。今日から2学期。なあ、藤本。おや、用事あるとこがいいな。大体プールなんだよな、お前。あ、鈴鹿くん、何？今度の日曜日だけどよ、なんか予定とかって入っちまったりしてるか？別に何もないけど。じゃあさ、臨海公園に遊びに行かね。臨海公園か。あ、まあ、タワーは用事あるからな。10月行こうと思ってたけど、まあ、いいだろう。うん。本当か？じゃあそれで決まりな。今度の日曜日、新羽畑駅で待ち合わせでいいかな。お、日曜日な。忘れんなよ。鈴鹿くんにデートに誘われちゃった。今日は鈴鹿くんとデート。はい、じゃあ、今日は臨海公園に行ってきたいと思います。お待たせ、ごめんね。いや、来ねえかと思ったぜ。支度に手間取っちゃって。そっか、お前も一応女だったな。あ、ひどい。認めてやってんだぜ、藤本。あのよ、ありがとうな。急にどうしたの？それ、つけてくれてんだな。なんかくすぐってえぜ、こういうの。鈴鹿くん、嬉しそう。よかった、身につけてきて。じゃあ行くか。なんだよ。柔らかいのが当たってんだよ。羽ばたきタワーに登ろう。お、いいなそれ。よし行くぞ。どうかしたか？お前、恥ずかしくねえのかよ。お、たっけえな。海の向こうまで見えそうだぜ。ん？未だにこれなんかわかんないな、このモンスターボールみたいなやつ。俺さ、やっぱ、なんでもねえ。こんな高いとこに住んだら、どんな感じするだろうな。
タワマンか結構高層階じゃないこれは、この景色は。ん？あんま人の顔ばっか見んなよいい景色、こんな高い高層マンションまあこの時代はないかもしれないね。今はでもありそうじゃない、これぐらい。じゃあ、これでときめき会話ですね。鈴鹿くん、高いとこ怖い？別に怖かねえけど。なんだよ。怖かねえけど。まあね、アメリカで活躍すれば高級タワマン住みも夢じゃないわよ。もっとこっち来てもいいぜ。行く。そっか、なんか緊張してるみたいだったから。それはお前といるからだよ。お、え？お前と出かけるときはいつもこうなっちまうんだ。理由はわかんねえけど。緊張、まあ緊張するぐらいがいいよね。ん？なんか羨ましいな、そういうの。もう私の推しはもう安心しきって、なんか何の緊張感も、まあ私もないんですけど。最高だぜ。最高か、よかったなそりゃ今日は誘っちまったけど、お前楽しんでくれてっか。どうかしたか。また一緒にどっか行こうぜ。絶対だぞ。やったね、今日のデートバッチリ好印象。なあお前時間ある？もうちょっと俺に付き合わねえか。うん大丈夫だよ。そんじゃあちょっと寄り道してこうぜ。なんだよ。今日のデートももうおしまいか。あのよ、いや、なんでもね。鈴鹿くん、ありがとう、わざわざ送ってくれて。いや、別に。んじゃ、またな鈴鹿くんに送ってもらっちゃった。あ、鈴鹿くんからメール。あんまイチャイチャすんな、かつこ悪い、でも楽しかっただって。ちょっと恥ずかしい、でも嬉しいな。あ、修学旅行。今日から京都奈良へ修学旅行ね。今日は団体行動の日。現在点在する各所、名所を観光中。明日は自由行動の日ね。よ、藤本。お、鈴鹿くん、どうしたの？今日の自由行動だけど、もう予定組んじまったか？まだなら、俺と一緒に回んねえか？うん、いいよ。そうか？俺、行きたいとこがあんだよ。じゃあ、行こうぜ。これ、行きたいところがあるって言ってくれる人がいいね。なんか、旦那と出かけても全部なんか私が決めなきゃいけないからな。決めてくれるのいいね。あれが金閣寺だね。ガイドブック見なくてもすぐ分かっちゃう。すっげえ派手な建物だよな。なんかあの世みてえな雰囲気だぜお釈迦様が出てきそうだね、キラキラしてて。けどよ、偉いやつの考えることはわけわかんねえよな。よくこんなとこ住めるよな。俺はこう、もっと地味なとこでいいぜ。じゃ、次行くか。いや、ちょっとタワマンは興味なしかあ、もうホテル着いちまったのか。今日はありがとな、その、付き合ってくれてよ。ううん、こっちこそありがとね。すごく面白かったよ。そうか。俺も楽しかったぜ。あのよ、もしよけりゃ、あさっての自由行動も一緒にどうだ？うん、一緒に回ろう。じゃあ、あさっての朝、またここでな。じゃあな、藤本。4日目は再び団体行動の日。観光名所をぐるぐる回る。来たぞ、たまみか。
なんか男子の部屋にぎやかだな。たまみに嫌われてんだよね。怖い怖い怖い。あ、今野さん、どうしたの？男子の大部屋にみんな集まってるみたいだけど、ちょっと行ってみない？うん、行く。そうしてくれると助かる。ちょっと心細くて。心細いからって嫌いな女と行動してんのか。鈴鹿くん。よう、お前らも来たのか。葉月くん。しおり、来たのか。気まずい、なんか しおりを呼びされるの気まずいよね。ねえ、みんなで何してんの？枕投げ。俺は別の部屋で寝ようかと。よーい、始め。結構シリーズによってね、これどっち側か違うから。女の子だけの秘密の奥義。先生、男子の人たちが。投げて投げて。女の子だけの秘密の奥義。先生、男子の人たちが。何やってんだろそれ。あれ、いなくなった。ステルス、ステルス、見えない。あ、ケイ君いなくなった。あ、見えない見えない。ちょっとちょっと、まぜ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 。ちょっと見えないって、見えないって、見えない。ちょっとちょっとちょっと、やばいぞやばいぞ。葉月ケイ、とっておきの必殺技、モデルウォーク。あ、くそ、見えない見えない。もう見えないんだよ。くらえ、男子バスケ部奥義、ナイアガラダンク。ナイアガラダンク、なんだっけこれ。何してくるんだろう。あ、やだ、ちょっと。女の子だけの秘密の奥義。先生、男子の人たちが。やばい、葉月くんも、葉月くんもクルクルしてるし、やばいぞやばいぞやばい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 。あ、嘘、負けた、くそ。くそ。静かにしたまえ。消灯時間はとうに過ぎているはずだ。本当の勝負はここからなんだ。やばい、先生だ。みんな隠れろ。一発で引けますように。早く隠れなきゃ。誰か先に隠れてたみたい。体がくっついちゃうよ。でもじっとしてないと見つかっちゃうし、心臓の音が聞こえちゃいそう。君たちには高校生としての自覚がないのか。明日に備えて早く休みなさい。行ったみたいだな。みんなもう出てきていいぞ。鈴鹿くん。お、お前何すんだよ、いきなり。じゃあ今のは何すんでて、何したんだ。鈴鹿くんは来てるかな。あ、いた。よ、おはよう、藤本。おはよう。今朝は早いんだね。お、おう、なんかやけに早く目が覚めちまって。楽しみすぎなのかしら。あ、俺土産頼まれてたんだ。ちょっと寄ってもいいか。うん、いいよ。悪いな、お前もなんか買うんだろ。じゃあ後でな。そうだ、私もお土産買ってかなくちゃ。何買おうかな。藤本、買い物すんだが。俺はもういいぜ。あー、うん。なんかすっごい荷物。何を買ったの？ん？ああ、部の後輩への土産。私も買ったよ。うん。俺買って帰る係にされちまってさ、めんどくさいから全部同じもんにしまった。それ全部。鈴鹿くんって何買ったんだろう、ところで。はあ。
どうした藤本、疲れたのか？そうじゃなくて、すごく楽しかったから明日で終わりかと思うと寂しくて。お前も結構ガキみてえなとこあるんだな。けど一緒にあちこち回ったよな。うん、羽ばたき市に到着。これにて修学旅行は終了。お誘いしてやめるか。留守番電話サービスに接続します。鈴鹿だけど電話に出れねえから短めにメッセージを頼む。どうしようかな。藤本しおりです。9月28日にカラオケボックスに行きたいんだけど一緒にどうかな。あ、鈴鹿くん、もしもし。あ、俺鈴鹿だけど留守電になっちまって悪かったな。部活の最中でよ。ううん、電話してくれてありがとう。それでね、留守電に入れたことだけど。ああ、俺でいいんだったら別に付き合ってやってもいいぜ。どうせその日は暇だしよ。よかった。じゃあ9月28日に駅前広場ね。あのよ、気をつけて来いよな、その待ち合わせ場所によ。大丈夫だよ、変な鈴鹿くん。そうだよな。じゃあな。9月28日が楽しみだな。はい、ということで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。